令和3年、9月19日、乗鞍満喫です。今日も自転車でですね、畳田原まで上がってきました。ご覧のように今日は快晴です。紅葉もですね、例年よりは早いと思います。二部構成で、紅葉バージョンと、畳平大雪渓バージョンの2つに、分けたいと思います。今日は比較的ですね、太陽も出てまして、自転車日和といいますか、登山日和です。ご覧のように今日はですね、13度となってます。こちらですね、13度です。ではこれからですね、紅葉を取りに行きたいと思います。大雪渓も取りに行きます。昨日の夜まで雨降ってましたが、今朝は一気に晴れまして、秋らしい晴れ間です。いやでも本当に紅葉が早いですね。今はですね、時間は11時過ぎです。午前11時過ぎですね。畳平周辺の状況です。大体12度だったようですね。県境に来ました。いや綺麗ですね。設計もですね、今年雪がですね、消えなきゃいいんですけど、去年は、何年かぶりで万年雪ではなく消えましたけど、今年はなんとか持ってほしいですね。大雪渓の雪もですね、消えずに残っております。今日もスキーヤーの方がいますね。超上級です。わかりますかね。飛んじゃってるか、ちょっとわかんないかな。わかるかな。サイクリストにお願いがあるんですが、お願いがあります。今ここ冷泉小屋下のですね、道路なんですけども、こちらですね、鉄板敷き、先週も怪我人が出ました。ご覧のようにですね、仮設の道路になってます。非常に滑りやすくなってますので、下山の時にはですね、減速して慎重に走行してください。鉄板になってますので滑りやすいです。気をつけてください。このようになってます。よろしくお願いします。